い、皆さんお疲れです。ドラゴンです。今回はですね、プロ野球歴代球団別ベスト9の、千葉ロッテ編をお伝えしたいなと思います。まあ、こちらの企画の方はですね、僕の独断と偏見で選ばせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、いつも通りね、野手は DH 制で9人。で、投手は先発ローテとリリーフと選んでいこうかなと思います。まあどんな選手が出るのかなと予想しながら見ていただけたらと思います。まあ、その球団でね、まあ、最も活躍をした選手というところで、選んでいこうかなと思っておるので楽しみにしていてください。それでは始めていきましょう。レディゴはい、1番はショートで西岡剛選手を選ばせていただきました。ロッテが誇るね、スピードスターであり、ヒットメーカーかなと。スイッチヒッターなんですよね、西岡選手って。スイッチヒッター歴代最多の、206安打を放っています。まあ本当にね、攻守にわたって躍動を見せた選手かなと思います。まあ、野球センス抜群っていう言葉がね、一番当てはまるのかな、この選手の場合は思いますね。本当にかっこいいっすよね。めちゃくちゃかっこいいプレーを見せてくれました。はい、2番はね、レフトで角中克也選手を選ばせていただきました。角中選手といえばね、悪球打ち、もう顔面に近い球もね、時にヒットしてしまうというね、圧倒的なバットコントロールを持つ選手かなと思います。このね、悪球打ちはね、いわゆる変態打ちとね、言われてもいましたね。そういう抜群の技術を持っていて、2度の、首位打者に輝いております。はい、3番はサードで愛藤道夫選手を選ばせていただきました。ロッテ一筋18年、ミスターロッテと呼ばれた人気選手であります。走攻守3拍子揃った選手で、全てでレベルの高いプレーを見せていました。あの掛布雅之選手も愛藤選手に憧れていました。はい、4番セカンドはね、落合博満選手です。最強スラッガー、ここで登場です。ロッテ時代がね、最も成績を残していたので、ロッテで落合選手は選出させていただきました。史上唯一の3度の三冠王、2年連続50本塁打クリア、セパ両リーグでの通算200本塁打、もう前人未到のね、記録を多く持っているんですよ。打撃系の記録であるんですけど、そんな化け物スラッガーです。はい、5番指名打者でレロン・リー選手。日本で大暴れを見せたね、リー兄弟のお兄ちゃんなんですね。日本で首位打者1回、本塁打王1回、生涯打率なんと3割2分という高打率を残しました。強打を連発してね、ジャパニーズドリームを、掴んだ一人であるかなと思います。人気実力ともにロッテのトップクラスの選手でしょう。間違いなく選ばれるべき選手だと思います。はい、6番ファーストでレオン・リー選手。この選手はリー兄弟の弟さんです。このリーの弟もね、ロッテで大活躍を見せたパワーヒッターで、太陽ヤクルトにも移籍したんですけど、通算268本塁打を放ち強打を見せつけました。1試合10打点というね、驚愕の記録も持っております。7番センターは西村則文選手です。
シュアの打撃とね、スピード感あふれるプレーが持ち味のスイッチヒッターで、通算363盗塁を記録しています。4年連続で盗塁を獲得しています。内野安打をね、量産するほどのバットコントロール、俊足を誇りね、本当に相手に脅威を与えた選手かなと思いますね。はい、8番ライトは荻野貴司選手を選ばせていただきました。荻野選手はね、怪我に苦しんだんですよね。ルーキーイヤーは、結構盗塁してたんですけど、その後怪我に苦しんで、その実力をね、なかなか発揮できなかったんですけど、最近はね、本当試合に出続けて実力をね、遺憾なく発揮している選手、足も速いし、しかもパンチ力のある打撃を持っている、そんな選手であります。トップクラスの、レギュラーですね。はい、9番キャッチャー里崎智也選手ですね。里崎選手といえばね、チャンスに強い打撃、そしてその巧みなリード、本当に頭のいい選手というイメージがね、僕の中では、めちゃくちゃ強いのかなと思います。WBC、世界大会でね、本当にね、日本の世界一に大きく貢献をした選手なのかなと思います。またね、トークもめちゃくちゃ面白くて、YouTube でもね、今活躍をされている、人でありますね。はい、めちゃくちゃ面白い、本当に。はい、ピッチャーです。エースは村田兆治選手に選ばせていただきました。マサカリ投法と呼ばれるね、足を高々と上げる威圧感あるフォームから繰り出す剛速球、それで相手を圧倒してきたロッテのエースでありますね。その剛球はね、現役時代はね、150キロを連発することもありましたし、現役を引退した今もね、130キロ120キロ後半とかで投げ込む超人ですよ、超人。本当にね、すごい。はい、伊良部秀樹投手ですね。ロッテが誇る剛球投手で、最速158キロのストレート、そして鋭く落ちるスプリットかな、を武器に日本で実績を積んできた、ピッチャーかなと思います。またね、海の向こうメジャーリーグにも、挑戦して、名門ヤンキースのユニフォームを着た、ピッチャーでもあります。その後はね、日本に帰ってきて、阪神タイガースに帰ってきたんですけど、その後もね、2桁勝利を挙げる活躍を見せた、本当に印象深いピッチャーでありましたね、伊良部投手。こんな冒頭もしてました。八木沢総六投手、打たせて取るピッチングを武器にですね、完全試合を達成したミスターパーフェクトです。394試合通算登板しております。2桁勝利2度達成しております。はい、小宮山悟投手ですね。精密機械のごとき、コントロールが武器のピッチャーで、シェイクと呼ばれるね、最速80キロほどのですね、超スローボール、揺れるナックルのようなね、魔球も開発した、そんな本当技巧派中の技巧派の、ピッチャーかなと思いますね。メジャーリーグにも挑戦した時期ありましたね。はい、黒木智弘投手、黒木投手はね、やっぱロッテのジョニーっていうね、もうイメージが強いですね。その愛称で親しまれた魂のエースです。強気の内角攻めがその投球スタイルで、シュート、スライダーを駆使して打者を抑えていくスタイル、オールスターにもね、選ばれるなど、本当に、人気の高いピッチャーでありましたね、黒木投手。僕も、本当に好きなピッチャーの一人でしたね。はい、セットアッパーです。セットアッパーはね、牛島和彦投手にしました。
中日ロッテで活躍をしたリリーバーで、フォークを決めたのに、3度の最多セーブ、通算126セーブを挙げました。特にね、ロッテ移籍1年目はね、防御率 1.29 という好成績を挙げました。はい、抑えです。抑えは小林正秀投手、幕張の防波堤と呼ばれたね、ロッテを代表する守護神です。150キロオーバーのストレートと曲がりの大きなスライダー、高速シュートを武器に通算228セーブを挙げました。 YFK と呼ばれるね、矢蓋投手、藤田投手、小林正秀投手というね、勝利の方程式を組んで見事、日本一に大きく、貢献しました。日本一に輝きました。本当はリーグ屈指のね、リリーバー軍団だったと思いますね。はい、はい、今回はプロ野球歴代球団別ベスト9の、千葉ロッテ編をお伝えしました。この動画がね、少しの良かったなと思っていただけた方は、チャンネル登録、そして、高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いします。他の球団の動画もね、上げているので、そちらの方もコメントもしよろしければご覧いただけたらと思っております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。